こんにちは、いちごタルトです。今日は岡山県にある岩でニコニコ岩っていうニコニコした顔に見える岩があるそうで、クライミングもできるいろんな岩があるところらしいんですけど、ちょっとニコニコ岩に会いに行きたいと思います。じゃあまずニコニコ岩があるのが王子ヶ岳っていうところなので、そこのパークセンターっていうところらへんに駐車場が結構2000台近く止めれるところがあるそうなので、そこに向かいたいと思います。駐車場に到着しました。前の眺めがすごい綺麗です。こんな感じでここに来るまでもちょっと海岸線を走ったんですけど、めっちゃ綺麗で橋が見えました。四国にかかっとる橋かな。海がめっちゃ綺麗。今この現在地で遊歩道があるんだ。すっごい複雑だわかんないけど、とりあえずここのニコニコ岩に向かいます。こっちにはおじさん岩もあるニコニコ岩を見に行きます。でもここに天空の風に吹かれて体感するって書いてあるけど、寒いのかな寒くないといいな。道が結構複雑でわかんないから、とりあえず歩いていきます。王子ヶ岳山頂はあっちみたいだけど、あ、ニコニコ岩はこっちだ。何分ぐらいかかるんだろう。あ、めっちゃ眺望がいい。ここからのが、あの左がちょっと木あるけど、海がめっちゃ綺麗。わかりやすい。こっちでいいかな。今一瞬びっくりした、黒猫ちゃんがいる。3歩後ろに下がらなかった。結構大きいな。ちょっとだけ風があるぐらいなんですけど、寒い。カイロが手放せる。白金カイロもあるんですけど、これ普通のカイロも視聴者さんにいっぱいもらったから使っていきます。暖かい。イノシシがこれはやばい。こんなどうしよう。確かに見えますか、めっちゃ大きいイノシシ。あ、向こう行ったね。こんな間近で初めて見た。行っても帰りまた会っちゃってそう。めっちゃでっかいよ。うわ、どうでもよくて、今イノシシが初めて生であんな近くで見た。先にいたカップルのお兄さんが教えてくれて、全然気に分かんなかったんですけど、びっくりした。行く手を塞がれてて、そのカップルの人たちも行けなかったんですけど
ちょっとなんかだんだん近づいてきて、ちょっと脇道に入ってくれたんで、ちょっと行ってみます。カップルの人たちとか、もう一人お兄さんも行ったので、あと最悪スプレー持ってきてよかった、ちょうどあるので。でも意外となんか優しい顔してて、結構目あったというか近かったけど、全然突進してくる感じではなかったんですけど、帰りがちょっと怖いからちゃんと見ながら戻ろうと思います。びっくりした。そういう登山とかじゃなくて、こういうこんなところで会うとは。こっち、ここら辺とかイノシシが掘り起こした跡とかなのかな、違うかな。おお、綺麗。夕日だ。これだ。ニコニコいわ。あっち向いてなんか、おじさんがうーんって顔してる。近くに行ってもニコニコに見えるんかな、わかんないけど、下の近くまで行けそうだから、ちょっと登っていきます。イノシシおらんか警戒しつつ。あ、すぐ着いた。よいしょ。こっからでも見えそう。見える。横顔のニコニコおじさん、かわいい。あんまりよくわからんけど、前から見たら、うん、岩もよくわからん。で、岩のちょっと登ってきたらこんな感じで開けてて、大きい岩の向こうにすごいオーシャンビュー、めっちゃ綺麗。あ、ここはいい。よいしょ。あ、やばい、怖い。結構怖い感じです。めっちゃ高い、すごっ。あ、すごい、車でここまで来れるのすごい。海も綺麗だ。立ってます。夕日もめっちゃ綺麗だし、あ、すごい。岩もすごい勝ったな、ニコニコしてた。あ、いいの見れた、来てよかった。イノシシにも会えたし。帰りはちょっとイノシシに気をつけて帰りたいと思います。駐車場帰ります。森ってこうやって歩いてると自分の音が反響して、あ、びっくりした。タヌキだ、タヌキ。見えるかな？そこにタヌキがいます。めっちゃ森だ。あ、こっちにもいる。かわいい。めっちゃゴソゴソ言うから、これ握りしめて、何かと思ったらタヌキでした。まだかわいいもんですね。イノシシにしたら。帰り、でも今すれ違った人いるから多分大丈夫だと思うんですけど、警戒しながら避けます。一人だから本当に。まだでも観光の人が何人か、結構この時間4時半とかでも通るから、まだよかった。本当にカップルの人たちがいてくれて、前にいてくれてよかったです。この大きい岩を越えたところでイノシシに会ったけど、どっか行っちゃったかなっていうか、どっか行ってくれたかな。多分10分15分経ったと思うんだけど、さっきはこっちにいたけど、待って、いるよ。見えますか？ここにいるんだけど、すごくいいところにいるよ。
っても、お、猫ちゃん近づいてったよ。猫ちゃんは通ってった。ここに行けそうだけど突進してくるもんなんかな。大きい。通ります。かわいい。今ね、怖いって思ってたら通ったおじさんがいて、そこにイノシシがっていう感じで行ったんだけど、なんかその人猫ちゃんに餌をあげてるらしくて、普通になんか見慣れた光景というか、猫の餌を狙って来てるらしい。だから襲ってくることはないって、その人も通ってたし、通れますよって教えてくれたから通りました。通れました。でも顔がね、本当に優しくて、なんか穏やかな感じの顔立ちの子だったから、わかるかどうかわかんないんですけど、だからそんなに心配しんでよかった。観光地だし慣れてるんですね、やっぱ。まあ油断は禁物だけど、でもよかったです。無事駐車場に戻れそうです。まさかこんな観光のところでちょっとドキドキハプニング、ドキドキがあるとは思わなかったから面白かった。あそこにちょうど向こうに小岩も見えるんですけど、映るかな。あー、クライミングができるんで、あの岩も。ニコニコ岩の上に登ってる人もいる。ただちょっとやったことないからやらなかったんですけど、挑戦しに来てみてください。ということで今日はニコニコ岩を見に行きました。皆さんもぜひ見に来て、イノシシに会ったらあのイノシシだと思ってくださいということで以上、いちごタルトでした。今回も最後まで見てくれてありがとう。